えっと、今回は皆さん、私の英語の勉強にお付き合いください。えー、っと、また Google 翻訳を使って英語を勉強していきたいとも思います。本音。本音の音が違った。これかなこれかな本音。<laughs> これはルートですね。英語ではね。ルートでもち、ちょっと違うんじゃないかな。 辞書表示してみますか。えっ、ー、とね、radical, root stock, t u b e r 違いますね。同義語、source。ああ、これはね、うーんーとね、the real intention が多分本音じゃないかなと思うんですけど、これ逆にしてみようかな。ね、逆に、これ、 ここを英語にして、こっちを日本語にしてみましょうか。えっ、ー、と、本音じゃなくて、これじゃあ、real intention やってみようかな。ね、これ。あ、本音出てきました。やっぱり、じゃあ、私の考えた本音がの役は多分正しいっていうこともこれでわかりますよね。じゃ読んでみますか。 Real intention, 本音。こんな感じね。でも今これ逆にしましょう、やっぱりね。でこっちを英語にしましょう。で日本語、語と、あ、なってるね。はい。でこれちょっとやめて。じゃあ、うんと、他でもない。他でも Now! <laughs> 他でもない。 えっと、他でもない。これ英語でこれだね。じゃあ読んでみましょうか。None other than。じゃあ、惚れた、晴れた。<laughs> 惚れた、晴れた。これどうなるでしょうかね。はい、じゃあ読みましょう。I fell in love with you. おお<ー>、<laughs> そういうことね、はい。じゃあ、いくつも,もの。えーと 現実的なえっと本音と惚れた晴れたのえっと逸話が聞けましたこんな風な役はどうでしょうちょっと日本語読んでみようかいくつもの現実的な本音と惚れた晴れたの逸話が聞けました何かのこれはあの感想かな 読みましょう。I heard many realistic and honest thoughts and anecdotes about falling in love. はい、こうですね。ちょっと待って、今マイクが倒れました。<laughs> えっとね、これ、前にキーボードをちょっと打ってるので、マイクが <laughs> 邪魔なんだけど、まあしょうがないですね。はい。じゃあ、えっ、ー、とね、そう、今度ね、えーと、姉妹都市の方々いらっしゃるので、ちょっと通訳するので、その時の何かしましょうか。えっ、ー 本,本,日は本,本日は、えっと、わが町に、わが町にお、おいでいただき、誠に、 ありがとうございます。と。これどうでしょうかじゃあ読んでみましょうね。えー、本日は我が町にお,おいでいただき、誠にありがとうございます。Thank you very much for coming to our town today.、はい、じゃあですね、ここでは皆さんの本音を お話しください。これどうでしょうか。はい。じゃあ読みましょう。ここでは皆さんの本音をお話しください。Please share your true feelings here. この場合の本音は true feelings にするのが確かにいいと思いますね。これってどうかなあ、これで、えー、入れることもできるんですね。ちょっと上消えちゃうかもしれないけど。まあ、ちょっとやってみますか。じゃあね。えっ、ー、と。 今日はこれから皆さんを、えー、秘密の場所にご案内したいと思います。お大丈夫です。大丈夫ですね。あ <laughs> これまで入っちゃった。ちょっと注文、止めます。止めます。ここまでもう訳してあるから、そのまま言っちゃいましょうか。じゃあ読みましょう。今日はこれから皆さんを秘密の場所にご案内したいと思います。大丈夫です。大丈夫です。 大丈夫で大丈夫ですねって私のアートネット入ってます。これ訳すとどうなんだろうちょっと読みましょう。Today I would like to take you to a secret place. あ、でもこれは途中までなので訳してませんね。いいでしょう、いいでしょう。はい、いい感じです。じゃまたこれちょっとこの日本語ここに入れましょうか。こ,のこれで、えー、と音声であの今入るので。そうですね。うん 韓国語と日本語の違いは多分発音は同じような感じなので文法が違うのではないかと思いますが韓国語を話せる方に聞くと文法的にも似た,似たようなとこがあって韓国語は覚えやすいということをよく聞きます。これ本当ですかねはい。じゃあこれでちょっといきましょうか。はい。あ、はいまで入れちゃった。ちょっとはいは取っちゃいましょうか。 これね、ちょっと英語にしますじゃあ日本語読めしようねせーの。韓国語と日本語の違いは多分、音は同じような感じなので、文法が違うのではないかと思いますが、韓国語を話せる方に聞くと、文法的にも似たようなところがあって、韓国語は覚えやすいということをよく聞きます。これ本当ですかね、はい、これちょっと英語読みます。The difference between Korean and Japanese is probably that the pronunciation is similar.So, I think the grammar is different.However, When I ask people who speak Korean, I often hear that there are some similarities in the grammar. So Korean is easy to learn. Is this true? 完璧ですね、これね。はい。OK です。じゃあ、もう一つね、うん。何がいいかなそうです。あ、うん。え、あそこに見えるのは柿の木なんですけれども、え皆さんの国には柿ってありますかね ちょっと止めてカギってなっちゃったやっぱりちょっと発音悪かったねカキはいじゃあ読みましょうあそこに見えるのはカキの木なんですけれども皆さんの国にはカキってありますかね What you see over there is a persimmon per tree Do you have persimmons in your country? はい、そうですね。じゃあもう一ついきましょう。日本の秋に実る柿を英語で説明するにはどのようにすればいいかわかりますか？はい、日本の柿、秋に実る柿を英語で説明するにはどのようにすればわかりますか？ Do you know what to explain? How to explain persimmons, which ripen in autumn? Ripen in autumn in Japan in English. Hi. Do you know how to explain persimmons, which ripen in autumn in Japan in English? Persimmons. チャット GPT にちょっと聞いてみましょうか。チャット GPT、これかなチャット GPT にこのまんまね、ここに貼り付けます。日本だけ見物化物してるのに、ね。わかりますかちょっとね。これちょっと聞いてみましょう。どういうふうに。あは、なるほどね。はい。お、英語もちゃんと出してくれましたね。 じゃあ、これいいと思いますね。どうしましょうか。これ日本語用どっちも読みましょう。大きくできるかもしれません。あ、大丈夫です。じゃあちょっと一緒に読みましょうか。日本の秋に実る柿はオレンジ色の甘い果物で、日本ではとても人気があります。秋になると木々にたくさんの柿が実ります。柿はそのまま食べることもできますし、干し柿にして保存することもあります。栄養価も高く、ビタミン C や食物繊維が豊富です。 Persimmons, which ripen in the fall in Japan, I don't know, ripen are sweet, orange colored fruits that are very popular in the country. In autumn, persimmons, tr persimmon trees bear many fruits. Persimmons can be eaten fresh or dried to make hoshigaki, dried persimmons. They are also highly nutritious, rich in vitamin C. and dietary fiber、うんいいですね、これ下、この、これはちょっと、さっきのもう全部、えー、っと、多分消えちゃってるのであ、消えてはいないか。履歴にあるか。でもめんどくさいから、<laughs> これだけはちょっと、あの、概要欄に貼り付けておきますので、また後で音読してみてくださいね。